はい、諏訪川です。僕は今 JR 東日本の知って駅に来ています。今から乗るのは南部支線、南部線の浜川崎行きです。この列車はワンマン列車です。以前 2,3 回ほど南部支線は紹介したと思うんですけども、どれも1分ぐらいの動画だったんで、今回はちょっと長めに動画を撮っていこうかなと思います。ではよろしくお願いします。本日はね、大隅さんにも来ていただいております。はい、大隅さん、南部支線には乗ったことはありますか？乗ったことはありますね。なんか今回南部支線乗るにあたって何かありますか？乗るにあたってね、まあなんかまあご存知の通り3年前の改正で出てきた小田坂駅とかもありますし、まあいろいろ面白いところがあるじゃないですか。あ、はい、なるほど。乗るのは205系なんですけども、これは以前山手線とかで走っていたそうなんですか？これは大窓だから山手線じゃないかな。あ、違うっぽいっすね。この205系に関してもね、この向こう側の南部線が全部ね E233 になった時に、それと同時にこちらの車両もね、全部座席のモケットと、この帯に模様が入ったり、この座席のモケットにね、JR 東日本の車内照明が LED 化されたりとかね、こっちの方も多少変化がありました。じゃあ乗っていきましょう。実況を加えさせていただきます。知ってから乗ったこの南部支線は2枚5系が使われています。編成は2両編成。浜川崎と知っての間は約10分足らずで行っています。10分はかかったけどちょっと覚えてないんですけど、ね、一瞬ですけど下に東海道線が見えました。鶴見からやってくる貨物線と八丁縄手付近でくっつきます。ここは川崎新町駅です。ちなみに今回10月になって初めて JR に乗ったので、新しい路線ネットワークを見ることにしました。ご覧ください。表記は結構変わってますし、羽沢横浜国大という駅があります。これは相鉄線と相互直通運転をする時の駅です。11月30日にできます。東京モノレールも昔は赤色表記だったのに青色表記になりましたね。あとシールも貼られています。あと後ほど見せるんですけども、葛西臨海公園のところは昔じゃないんですけども、葛西臨海パークという、そういう名前にする計画があったそうなんですけども、その計画が中止となり葛西臨海公園になりました。昔はシールでした。昔っていうか去年ですけどね、去年とか10月までって言った方がいいのでしょうか。あと足利フラワーパークもシールでしたけども、あと少しちょっと常磐線なんですけど、三抜きかなが CU になってました。この南部支線は小田栄という新しい駅が2017年にできたんですけど、小田栄で結構なお客さんが降りていきました。なかなか需要がある路線じゃないかなと思います。これは貨物専用の線路で、確かここで羽田空港につながっている、羽田空港方面の、そう、あれが多分あっち側行くと、おそらくその東京貨物ターミナル方面、東京貨物ターミナル行って、それで羽田空港に近いですって言って、貨物に出るって感じですか？そう、羽田空港の下通って、東京貨物ターミナル通って、田町方面に行けるっていうのが多分これみたいな。だからこれをなんか旅客化して、なんか羽田空港までの路線を作るっていう計画があるそうなんですよ。そうなんです。ここは分からない、ここは通らないと思うんですけど、4年から。この列車には、ね、乗務員さんが、8人ほど乗っていまして、結構多かったんですね。ワンマン列車2両なのに、なんか研修とか行っていたんでしょうか。まあ、ここから先はちょっと東京貨物ターミナル方面には、まあ、我々は踏み入れることはできないんで、まあ、分からないんですけども、高速道路もトラックばっかりで、高速トラックばっかりっていうか、あの道だけなんですけども、ということで、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。